エストを連れ戻すんだ。全艦、これより移動惑星内部に突入する。ロイ、ここまで来られたのは行幸という他はない。お前たちの働きに感謝する。礼には早いぜ、提督。あんたたちには中枢を破壊するって大仕事が残ってるんだからな。今までの敵とは違う。これが奴らの本来の戦力、ハイルーンの真の姿。でもなんとか戦えるぜ。さすがクロスブリードだな。さっきは取り逃してごめんなさい。いや、実はちょっとだけ嬉しかったんだ。フィオは心まで機械になってるわけじゃない。大事な家族のために頑張る普通の女の子だ。心外だわ。あなたにそんなことを言われるなんて。これからはもっとロイ兄さんに頼っていいんだぜ。バカ。しまった。大丈夫、中枢を無力化すれば開けられるわ。このまま進みましょう。パパとフィオに逃がしてからも私には守るべきものがある。この星にさらわれ、同じ地球人に見捨てられた大勢の命、私たち自身の本当の体、数えきれないくらい抗った。でも未完成だったこの機体ではどうすることもできなかった。一つしくじるたびに幾万もの命が消えていった。私は絶対に負けられない戦いに何度も何度も負け続けたの。そして最後のそれを失いたとき、気がついたの。あまたの情報を知って肥大化した私の力がタイルーンのシンギュラリティをとっくに超えていること。遠いうちに泣いているフィオが見える。フィオがパパを守れなかった。これが結末なのだ。私たち家族に与えられた結末。こんなものだ。来たのよ、フィオ。これがアーセントート。エルキスの力で中枢と融合しているの。俺たちの機体もこんなことできんの？マジで？お前のことは調べたわ。ロイベキット軍属じゃないのよ。興味を持ってくれて光栄だね。ただの民間人でもない。レイドユーバー乗りとしての訓練をパパから直々に受けた。伝説の行ミラートにもう一人の忘れがち。そう、だからここまで来られたのよ、姉さん。姉さんなんかじゃない。ちゃんと私を呼んで、フィオ。この半年間、ずっと私は後悔してた。ここなのに、どうして私だけが私のパパと逃げていれば、こんな思いはしなかったのに。そんな、呼びなさい。もともと私たちは同じだった。二人の心境に死んだ、ルークスにさらなる力を与えるのよ。戦いなし、私たち家族を見捨て破壊した人類と、私をこんな姿に変えたファイルーンと。いいよ。そう、私たちは変わってしまった。でも呼んでよ。
今よ、各駅を開けるわ。